はい、文献紹介を始めます。今日の文献は、パラフレージング for マイクロブログノーマリゼーションで2013年の、EMNLP からです。で、まあ、文献のまず概要なんですが、まあ、マイクロブログ、まあ、いわゆる Twitter とか、まあ、Facebook とか Weibo のテキストっていうのは、まあ、崩れており解析しづらいという問題があります。でそこで、対略コーパスから還元対を取得する方法、まあ、ピボット的な要領で、表記とか語彙を正規化する規則っていうのを獲得します。で、まあ、英語と中国語の翻訳、まあ、英語から中国語の翻訳において英語を正規化して、翻訳すると、まあ、中国語の、訳出が上がったというふうな論文です。で、まあ、初めにでちょっと重複するんですが、まあ、Twitter、Weibo とか、まあ、マイクロブログがあります。で、まあ、それを対象とした研究は増えてます。で、まあ、しかしながら、まあ、既存の、まあ、研究っていうのは、大体その新聞とか、まあ、その正解処方というか、まあ、崩れてない表記で、書かれたものっていうのを対象にしてます。で、まあ、じゃあ表記を正規化するっていう場合に、まあ、社会言語学とか、その表記に着目した研究を行わない限り、まあ、テキスト正規化は、まあ、性能の向上に寄与すると考えられるので必須だ と述べています。でそれで、まあ、対訳コーパスからピボット法により、還元対を抽出します。で、まあ、モチベーションなんですけども、まあ、英語のこのオリジナルテキスト、まあ、トゥ・ダニエル・ベールマン Yes, I knowI am going to work on that っていうのがあって、まあ、Twitter とかでとこれが省略されていると。で、それを、まあ、MT いろんな翻訳にかけると、まあ、それぞれ、翻訳できませんと。で、で、まあ、こいつらを教師あり学習問題として扱います。で、まあ、しかしながら手製でコーパスを作るのは大変なのでコーパスからまず作ります。で、まあ、著者らの、前の研究で、まあ、どうやらその対訳が含まれる投稿から作成したコーパスっていうのがあるようです。まあ、なので多分英語でつぶやきがあって、まあ、その下に多分中国語で書いてるとかそういう感じでもですねっていうのがあって、まあ、それのその2つあって、そのもう片方の方を、まあ、英語に翻訳してその英語と英語の対応を見て、まあ、その省略語とかっていうのを、まあ、正規化の候補っていうのを獲得しようっていうアイデアです。で、同じですね。で、まあ、そのあるツイートの中に、まあ、例えばこの英語で書いたものと、まあ、その下に、中国語で書いたものがあって、こいつを、まあ、翻訳すると、まあ、大体これと似たような文が出てきて、それのアライメントを取ってうまくやると、まあ、この Yes, I know とかっていうのが、まあ、Yes が Yeah とか、まあ、I know っていうのがこの IKNW 省略語と、まあ、対応を取っていこうというものです。で、まあ、あと機械翻訳の傾向として、まあ、現言語から、対象言語に翻訳するときに、まあ、現言語側に、まあ、ちょっと変わった表記っていうのを含んでいても、まあ、どうやら周辺の文脈を使うのか、対象言語の方は、まあ、正規形になりやすいっていうふうな傾向が、まあ、あるという報告があるそうです。で、まあ、しかしながらちょっと表記例以外の、まあ、なんか言語依存なところとか、まあ、あと省略語とかっていうのは、まあ、ちょっと難しいかもしれませんと言ってます。で、まあ、ここから、対訳コーパスを使って、その正規化の規則っていうのを、まあ、獲得していきます。で、まあ、コーパスっていうのが、まあ、その著者らが以前に作ったコーパスで、で、まあ、一つの英語の投稿に対して、まあ、N 個の還元、まあ、機械翻訳システム3つぐらい用意して、でそれで、まあ、元に戻したもの、まあ、元の文っていうのと、まあ、その翻訳じゃなくて別の言語で書いた文があって、まあ、そこから、元に戻したものっていうのがいくつかあるそうです。で、まあ、そこら辺を、まあ、このランゲージペア、まあ、中国語と英語とか、まあ、何語かと英語、まあ、ロシア語と英語とかっていうのを、
集めます。で、まあ、いろんなソースから集めて、で翻訳にはこんなものを使ってます。で、正規化のモデルなんですけども、まあ、文から句へということで、まあ、なんか従来手法のアライメントを使うそうです。で、まあ、点線はその理想、まあ、そのまま来るもので、線っていうのが、まあ、正規化の候補としてうまく対応が取れればいいっていうふうなものです。で、まあ、アライメントの他になんか、まあ、句のテンプレートで、まあ、Go for みたいなものっていうのは、まあ、英語にその着目してて、まあ、この4が4になるっていうのは、まあ、ほぼ確実らしいので、なんかテンプレートによって抽出しています。で、まあ、こうやってアライメントを取ると、まあ、オリジナルとそのノーマライゼーションで、まあ、罠はどうやら1と2になりそうだっていうのが取れます。で、まあ、ここで、句の組成、あ、これの計算というのが、ここの式で行われます。で、ある句のペア、これとこれのペアっていうのがあった時に、まあ、これがこれにアライメントされた回数っていうのと、そもそものこれが、出現する回数っていうので、これを計算しています。で、次に、まあ、今のはその単語と単語の対応だったんですけども、まあ、崩れた文章にはこのように、まあ、キャットみたいな感じでこう A を何回も重ねるものっていうのがあるので、これを、文字単位で処理をします。で、まあ、この文字っていうのを、まあ、スタートとエンドで囲って、まあ、それぞれを一つの単語と見て、あのフレーズベース、あ、アライメント、単語アライメントと同じようにアライメントを取っていきます。で、まあ、さっきと同じような計算の方法で、まあ、OO っていうのは OO になる、なりやすいとか、まあ、IN FOR みたいな、こういう、まあ、くっつけて書くことがあるそうなんですけども、こういうのも、ING とスペース FOR となるっていうのが獲得できるようです。で、まあ、今ここで、まあ、フレーズ、まあ、ベースモデルをまあ使うわけですけども、まあ、なぜその確率に落とし込んで、その翻訳と同じような要領でやるかというと、まあ、文脈が使えるからということです。で、例えば、まあ、それは4っていうのが、まあ、単純に文にあるとそのままなんですけど、まあ、この 4ever とか、まあ、4ever とかってやると、まあ、このように変わります。で、まあ、これが、まあ、ルールでは多分捉えきれないところっていうのがあって、それで文脈を使って、置換っていうのを行います。で、まあ、文字ベースとこの句ベース、まあ、単語とそのキャラクターっていうのがの2つのモデルがあって、まあ、それを同時に取り扱うんですけども、まあ、これはざっくり言うと、最初に、まあ、それぞれの、キャラクターベースと、フレーズベースで、NBEST の正規化候補っていうのを獲得します。まあ、さっきの、こういうものですね。で、取ってきて、まあ、その後に、クラスタリングで、まとめて、まあ、どういうものがまとまるかっていうと、こういうメットとかっていうのがまとまって、まあ、1と2とかっていうのをまとめます。で、まあ、この中から、この経路を選ぶ、まあ、パスを選ぶ問題として落とし込んで解いていきます。で、まだもう少し、単語単位で、意表記の学習を行います。まあ、こういうものがこのネバーとかっていうのがどういう対応をとってるかっていうのを、まあ、クラスタリングの手法をうまく使って、獲得しているようです。で、まあ、こういうものは、まあ、一つなんですけども、これはそれぞれ別の単語であって、まあ、一つにまとめるのは良くないです。で、まあ、これらの単語をクラスタリングして、
まあ、向きが決められた有効比が間違えてますね、非巡回グラフに落とし込んで、問題を解きます。で、まあ、ある単語からある単語に線を引きます。で、まあ、この矢印の向きなんですけども、まあ、この例えばこのネバーの R が重なっているものがこれにデコードされる場合、この矢印が引かれます。で、向きをどうするかっていうと、こっちの方が高頻度、まあ、なので正規形はその高パスで出やすいっていうヒューリスティックを使って、こっち向きに矢印が流れるっていうふうにして、こういうふうなグラフを作ります。で、まあ、それらを組み合わせて、実験を行います。で、実験は、英語中国語のマイクロブログで行って、まあ、それぞれその、キャラクターベースとか、マックベースでこのさっきのグラフっていうのを盛り込んで、比較を行います。で、訓練は、まあ、モーゼで行われて、まあ、5グラムとかあとマートでチューニングされます。で、ブルーで評価をしています。で、結果です。で、結果の見方ですけど、まあ、左側が、まあ、どんな処理をしたかで何も処理しないもの、まあ、ノーマライゼーション、その区のノーマライゼーションしたもので、まあ、空プラス文字も盛り込んだもので、最後にその単言語のグラフも盛り込んだものっていうのがあります。で、こっちは、まあ、モーゼをニュースで学習したもので、モーゼをニュースと、まあ、ウェイブを混ぜて学習したもので、他の、まあ、Google 翻訳みたいな他のシステム3つになってます。で、まあ、どの結果を見ても、まあ、ベースラインに比べて正規化をしたものの方が性能が上がっているということが分かります。で、まあ、しかしながら一つだけ、例外的に下がっているものがあって、ここからここですね、モーゼで、何もしないベースラインと、まあ、クを混ぜたものという時に、これが下がっています。で、そこの下がった原因というのは、学習コーパスにウェイボを混ぜて、まあ、その、まあ、正規形でないものが多分出やすくなったとかということで下がったんだろうというふうに言っています。で、まあ、これによって、まあ、ルッキングを、まあ、ルッキングというふうに、まあ、正規化することができます。で、まとめです。対訳コーパス、まあ、マイクロブログの対訳コーパスを元にした、まあ、還元による正規化に取り組みました。で、まあ、フレーズレベル と、文字レベルでモデルを作り、あともう一個 単言語でもモデルを作って、で、結果、まあ、どの翻訳システムに入れても性能が、まあ、向上するということを示しました。以上で終わります。